「迷路の殺人」それから間もなくの出来事である薄暗い竹やぼのとある細道を黒い影帽子のようなものがふらふらと歩いていたよく見るとそいつはぴったりと身についた真っ黒のシャツを着真っ黒のズボン下を履き黒い靴下 黒い手袋、頭も顔もすっぽりと国府で包んだ全身黒一色の怪物であったただ国府の目の部分だけが細くくりぬいてあってその奥から鋭い両目が用心深く辺りを見回している無論何者とも判断がつかぬけれどもしこれが妙子さんを誘拐した犯人の一人とすれば。 〈あの背の高い方のガーゼの眼帯を当てていた男に違いない〉〈黒い怪物は宗像博士が警官隊を呼ぶために電話をかけに行ったこともまた小池女子の指図で10人余りの小屋の者が迷路の要所要所に捜索の網の目を張っていることもよく知っているに違いない〉〈だが彼は少しも慌てている様子がない〉 さも自信ありげにゆっくりと歩いている。例のクックックッというかすかな笑い声さえ立てながら。竹やぶの向こうのあちこちでは、捜索の人たちがガサガサと物音を立てながら、右往左往しているのが手に取るように聞こえる。竹の葉をかき分ける音が前からも後ろからも。 右からも左からも聞こえてくる黒い怪物は今や四方から包囲された形だしかもその包囲人は徐々に彼の身辺に縮められているのだ怪物はしかしまだせせら笑っていた冗談らしくぴょいぴょいと飛ぶような格好をしたりして闇の中をのんきらしく歩いていた角を曲がると 「霊の,の,の首吊り女の幽霊である」「怪物はそれを見上げてまたクックックッとせせら笑った」「国府で包んだ顔の中から2つの細い目が何か陰気な獣のの目のように光っている」「この黒い海坊主を見ては幽霊の方で身震いするかもしれない」 怪物がそのまま歩き出すとからくり仕掛けの幽霊はその後を追うようにスーッと舞い下がってきたそして普通の見物にするのと同じ格好で後ろから彼の黒シャツの肩にしがみついた怪物は予期していたと見えて少しも驚かなかったまた妙な笑い声を立てながらそのか細い幽霊人形の手を払いのけようとした だが、どうしたことか。幽霊の両手はいくら振りほどいても黒い怪物の肩から離れなかったもがけばもがくほどその手はぐんぐん彼の首を締め付けてきたそれは実に異様な光景であった細い両目のほかは黒一色の影帽子の背中に。 長い髪の毛を振り乱した白衣の青ざめた女幽霊がおぶさるようにしがみついているのだ暗闇の竹やぶの中ではそれが滑稽に見えるどころかなんとも得体の知れぬ奇怪なものに感じられた現実の出来事というよりは悪夢の中の突拍子もない光景であった。 痩せ衰えた女幽霊のあまりの力強さにさすがの怪物もぎょっとしたらしく今度は本気になって力任せにその手を振りほどこうと焦っただが幽霊の両手はいよいよ力を込めて首を締め付けてくる息も止まれと締め付けてくるき貴様怪物はついに悲鳴を上げた 後ろにしがみついている奴が人形ではなくて生きた人間であることを悟ったのだ幽霊に化けて彼の通りかかるのを待ち受けていた追手の一人であることを悟ったのだ恐ろしい格闘が始まった女幽霊と海坊主との死に物狂いの組み討ちであるだが戦いはあっけなく終わりを告げた 首を締めつけられて力の弱っていた怪物は、たちまち幽霊のために組み伏せられてしまった。おーい、捕らえたぞここだここだ早く来てくれ幽霊が小池女子の声で怒鳴った。ただ追い回していたのでは、相手は真っ黒な保護色の怪物だから急に捕らえる見込みはないと悟って、とっさの吉。 彼は首吊り幽霊の衣装を着け長髪のかつらをかぶって人形に化けて敵の虚をついたのであった小池助手は得意であった博士の留守の間に早くも怪物を捕らえてしまったのだ残虐悪なき復讐魔をくみしいてしまったのだそれにしても見かけほどにもない弱いやつだ一体どんな顔をしているのだろう 彼はいきなり覆面の国府に手をかけてビリビリと引き破った顎が口が鼻がそして目が次々と現れてきた薄闇の中とはいえ接近しているので顔形が分からぬほどではない彼は怪物の顔を見たはっきりとその素顔を見たのだ一目見るや否や 小池女子の口から何とも言えぬ恐ろしい叫び声がほとばしったその調子には極度の驚きと何かしら世にも悲痛な響きがこもっていた「うぬ俺の顔を見たな」黒い怪物がうめくように言ってくみしかれたままくねくねと体を動かしたかと思うと闇の中にパッと青い光がひらめいてバクッと物を裂くような音がした。 それと同時に幽霊の胸から真っ赤な血のりがポトポトと滴り落ちていた彼は顔の前に垂れ下がった長い髪の毛を振り乱してうーんとのけぞったがそのままこと切れてぱったり後ろに倒れてしまったくみ敷かれていた黒い怪物は引き裂かれた国府を元通り顔の前に垂れるとゆっくりと起き上がった。 右手には今火を吐いたばかりの小型のピストルを握っている。クッ、クッ、クッ。彼はまたあの奇妙な笑い声を立てた。そして、かわいそうな小池樹脂の死体を踏み越え、素早く竹藪の向こうに姿を隠してしまった。 それと引き違いに反対の方角から2人の小屋の者が息き席きって駆けつけてきた小池女子の恐ろしい叫び声と銃声を聞きつけたからである彼らはそこに女幽霊の転がっているのを見た不思議なことにその幽霊の裾からは2本の足がニューッと突き出していた胸からは白煙を染めて真っ赤な血が流れ出していた しばらくは何が何だか分からず呆然として立ち尽くしていたがやがて一人がそれと気づいて幽霊の挑発をかき分けてみたおいこれはさっきの探偵さんだぜ幽霊に化けてセモ者を待ち伏せしていたのかもしれないははもう脈が止まっているあいつにやられたんだあいつはピストルを持っているんだぜ 2人は恐怖に耐えぬもののように竹やぶの重なり合った闇の中を見回したそれは一体どうしたというのです見上げるとそこに宗形博士が立っていたあなたのお連れの方がくせ者のために撃たれたのですえ小池くんが博士はとっさにそれと察したのか転がっている幽霊のそばにひざまずいた おお、小池君。この様子ではあいつを見つけてくみついていったんだねそしてこんな目にあってしまったんだねああもうダメだ心臓の真ん中をやられているよし小池君。この仇はきっと取ってやるよ君と木島君と二人の敵は俺が必ず打ってみせるよ 博士は両目にキラキラと涙の玉を浮かべて小池女子の屍の前に静かに脱帽するのであった鏡の魔術中村捜査係長が制服私服合わせて十二名の部下を引き連れ三台の自動車を飛ばして駆けつけたのはそれから二十分ほどの後であった。 係長は宗方博士から異をを聞き取ると、速に俗逮捕の陣容を整えた。半数の警官は賊がテントをくぐって逃走するのを防ぐために小屋掛けの四方の見張りに立て残る半数を2体に分け小屋の入り口と出口とから綿密な捜査をしながら中心地点に進ませることにした。 化け物屋敷全体を薄暗くしている天井の国府は小屋のものに命じて直ちに取り外させることにしたのでみるみる陰鬱な小屋の中が明るくなっていったそれにつれて城内の魑魅猛魎は昼間の化け物となって至る所に滑稽な無クを晒し始めた竹藪の迷路も行き止まりの袋工事が全部切り払われ どここを通っても出口にに達するるとができるようになった。警官隊と十数名の小屋の若い者とが大悟を組んで切り開かれた裏口から入った一帯は無残人形の場面を一つずつ綿密に捜索しながら前進したが天井の国府が取り払われてみると。 どの場面もいたずらに毒々しく周回なばかりで凄みなどほとんど感じられなかった裏口から3つ目の舞台は例の「歴史女」の場面であったが地中に身を潜めた生ける生首はどこへ逃げ去ったのか影もなくその首の生えていた部分にぽっかりと黒い穴が開いていた「おいあの奥になんだかいるようだぜ」。 一人の警官が同僚を顧みてささやいた指さすのを見るとそこには例の模造赤レンンガののトンネルが真っ黒な口を開いていてるのだ。天井から光がさすとは言ってもトンネルの中は真っ暗だしそのあたり一帯は竹やぶの茂みになっていてなんとなく陰気である三人の警官それに小屋の若者四人 7人の同勢が手をつながんばかりにしておずおずと柵を乗り越え汽車の線路を伝って転がっている人形の手や足をけじらしながらトンネルの口に向かって近寄っていったこのトンネルは一軒ばかりで行き止まりになっているんですからどこにも逃げ道はありゃしませんよ若者が警官たちにささやく。 やがて人々はトンネルの前二軒ほどに近づくと、暗い穴の中を覗き込んだ。トンネルの内部はすっかり黒い塗料で塗りつぶしてあるのだが、その行き当たりの壁の中に細い二つの目が光っていた。よく見ると、壁と同じ色をした影帽子のようなものがそこに突っ立っているのだ。 それを見ると人々は思わずぎょっと立ち止まった。危ない、ピストルを持っているぞ。人々の怯む前に黒い怪物は浮き出すように前進してきた。右手には油断なくピストルを構えながら、クッ、クッ、クッと例の不気味な笑い声を立てながら、トンネルを出ると、 大胆不敵にもじりじりと警官の方へにじり寄ってくる7人の方がかえって押され気味である怪物の足が線路を越えた今度は柵の方へとカニのように横歩きを始めるピストルは7人の真ん中に狙いを定めたままだあ柵を越えた越えたかと思うとくるりと後ろ向きになった そして通路を人なき肩へと矢のように走り出した、ええ、待て。逃がすもんか掛け声だけは勇ましく逃げる一人を追う七人すさまじい追っかけが始まった「くっ、くっ、くっ。怪物は走りながらもまだ嘲笑をやめなかった。 無残人形の行く場面を過ぎて怪物は両側を国府で張った細い通路へ飛び込んでいったその正面には例の鏡の部屋があるのだその通路も天井の覆いが取り去ってあるので怪物の踊るような黒い姿がよく見える彼はそこを一息に駆け抜けて行き当たりの黒板塀のドアを引き開けとうとう鏡の部屋に滑り込んだ。 七人の追手はたちまちドアの前に殺到したがそこでまた立ちすくんでしまったドアが細めに開いて怪物の白い目がじっとこちらをにらみつけていたからだいや目だけではないピストルの筒口が今にも火を吐くぞとばかり不気味に覗いていたからだ向こうの出口から回って挟み撃ちにしたらどうでしょう 一人の若者が囁き声で妙案を持ち出した。よし、それじゃあ君は向こうへ回って、あちらにいる警官にこのことを伝えてくれ。出口の方を固めてくれるようにね。これも慌ただしい囁き声の指図だ。若者は通路の壁を押し破って鏡の部屋の後ろ側へ飛び出していった。 いよいよ怪物は袋のネズミとなった彼は今何も知らないで戸の隙間から警官たちを威嚇しているけれどやがて背後の入り口から別の警官隊が殺到するのだ腹配に敵を受けてはいかな協俗も運の月に違いないもし万一どうかしてこの鏡の部屋は逃げ出すことができたとしても小屋の外には6人の警官が見張りをしているばかりか 事件を聞きつけて集まった野ジ馬の大群がテントの周りをぐるっと遠巻きにして見物しているのだ。その中をどう逃げ寄せることができるものか。後に残った六人の追手はじっとピストルの筒口をにらみつけながら息を殺して時の来るのを待ち構えていた。 怪物はまたた。笑い出したああ何も知らないでのんきらしく笑っている5秒10秒15秒追手たちの脇の下から冷たい汗がじりじりと流れた突然鏡の部屋の中に物音がした何者かが歩き回っているのだ咳払いの音が聞こえる。 しかし賊のピストルはこちらを狙ったまま少しも動かないどうしたのかしらおお今にも格闘が始まるのではないか敵も味方も鏡に映る千人の姿となって何千人の大乱闘が演じられるのではないか手に汗を握って待ち構える人々の前に鏡の部屋のドアが静かに開き始めたおや おかしいぞ。怪物はやっぱりピストルを構えたままだでは早くも計略を悟って逆にあいつの方から撃って出るつもりかしら人々はぎょっとして思わず後じさりを始めたドアはだんだん大きく開いていく黒い怪物め、いよいよ飛び出してくるんだな逃げ腰になってじっと見つめている一同の前についにドアはすっり するとおおこれはどうしたことだそこに立っていたのは敵ではなくて味方であった味方も味方当の怪物の発見者の宗像博士その人であったおやあなた方何をしているんですあいつはどうしたのですか 博士の言葉に警官たちは開いた口がふさがらなかったおっ宗像先生あなたはその部屋でくせ者をご覧にならなかったのですかつい今しがたまでそのドアの隙間から我々にピストルを突きつけていたんですぜ僕もここにあいつが隠れていると聞いたものだから挟み撃ちにするつもりで入ってきたのだが入ってみると誰もいないのです。 ただこのピストルがドアの取っ手にぶら下がっていたばかりでね博士はそう言いながら紐で結びつけたピストルを取り上げて一堂に示したあなた方はこのピストルの筒口が覗いているのを見てあいつ自身がここにいるのだという錯覚を起こしていたのですよ。あいつはピストルをここにぶら下げてちょうどあなた方の方に筒口が向くようにしておいて素早く逃げてしまったのです。 人々はあまりのことにそれに応える力もなく呆然として博士の顔を見つめていたしかしおかしい僕はもう最前から向こうの戸口の外にいたんですが誰もここから逃げ出すものを見かけなかったひょっとしたら鏡の壁に何か抜け穴でもできているのじゃないかと思うくらいです 怪物の奇怪な消失に、またた。改めて大捜索が繰り返された人の隠れそうな場所はことごとく打ち壊し迷路の竹藪ぶもすっかり倒してしまって隅から隅まで何度となく探し回ったしかしついに黒い怪物はどこにも姿を現さなかったと言ってテントの外へ逃げ出さなかったことは 見張りの六人の警官をはじめ、周りを囲む群衆が何よりの証人であった。宗方博士の提案によって鏡の部屋が取り壊され、大鏡が一枚一枚壁から外されていった。しかしその後にはどんな抜け道もどんな隠れ場所も発見されなかった。あの不気味な鏡の部屋は一人を千人にして見せるばかりでなくて、 人間を全く影も形も形ないいように吸い取ってしまうう魔力を持っていたのであろうか人々は六角の鏡の部屋が記術師の魔法の箱のようにそこへ入った人間をまず粉々に打ち砕きその目にも見えぬ破片を六方からさーっと吸い取っていく光景を幻想してぞっと肌寒くなる思いをしたのであった。